こんにちはえっと、これ、今、ファークライやったんですけど、これちょっと一応、日本語の仕方をメモ代わりに作っとこうかなと思って、エピックで買ったんですけど、エピックで買ったらどうやって日本語にするんだろうみたいなので、ちょっと迷ったんで、UBI ソフトコネクトこのインターフェースを、 ダウンロードします。すると、これ全部英語になってるんで、あ、UBI Soft Connect のダウンロード先は概要欄貼っときますね。3本線のここをクリックしてもらって、上から2番目の設定、これ全部英語なんですけど、最初はね、設定。で、一番上のここ、今日本語になってるところが、イングリッシュになってるんで、 これを日本語にしてもらいます。でもすぐ日本語にはならないんで、一回 PC を再起動してもらうと、インターフェースがすべてまず日本語になりますね。あ、ゲームは買ってることを前提で今話してるんで、まあ、私はエピックで買いましたけど、ゲーム、ゲーム選んでもらって、ライブラリのところで、インストール完了のとこから、バークライ6選んでもらって、 ワンクリックすると、この画面になりますね。で、下から2番目のプロバディ、ここをクリックしてもらうと、本ゲームで使用する言語を選択してくださいって出るんで、今ちょっと噛んだな。を日本語にします。最初は英語なので、ね。で、日本語にすると、日本語版のダウンロードが、まあ30秒ぐらいかな、始まって、ゲームを起動すると、 ゲームが日本語になってるっていう感じですね。まあ、ちょっと、どうやって日本語すんだろうと思ったんで、エピックで書きったの初めてだったから、一応、メモ代わり以上です。